日本江戸の初期、悪く思うなよ。見つかると面倒なんでな。こいつは驚いた。大量の見張りだな。少し手こずるかもな。ここら辺は安全そうだな。だが念のため注意して進もう。暴作だらけだな。上様の次の攻撃に備えているようだな。最初の任務はあの門のところまで行くことだ。肩慣らしにぴったりだな。問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。静かに突入する。今月もこの調子か。一体いつまで続くんだ。そんなことはどうでもいい。とにかく水のように静かに突入する。水のようにも、これに刀は必要ない。うっ、隠れた方が良さそうだ。そこで眠っていろ。みんな集まれ。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。上で死んでいる。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。突入する。そうだった。どこだ。この辺には関係。湯気味に隠れているのか。音を立てるな。うまくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。俺のことは見なかったことにしろ。さあ行け。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。見張りが固まっている。気を。俺が聞いたのはその逆だぜ。俺が敵の気をそらす。水のように動け。何か聞こえたぞ。何でもかんでも信じるのは良くないぞ。静かに。あ、こっちも閉められたか。別の道を探すしかない。くそ、攻撃が始まったから、どうにか中に入らないと。いざ、上様のために。ここまでか。逃げ場はないぞ。出てこい。死にたがりの侍か。気乗りませんが、今はあいつを利用するしかないようだ。助けよう。
十分な距離がある。手裏剣を使えば誰かに気づかれる前にやれるだろう。音だな。一発だ。計画通りにしろ。気をそらさないと。はい、刀を収めるぞ。この音は人を撃つ。見つかるな。解くぞ。危なかったな。主のおかげだったのか。名を聞かせてくれ。ちゃんと礼を言いたい。先に中に入れてくれないか。感謝されるなら面と向かっての方がいい。よかろう。門を開けて礼をいたそう。家来たちは死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。俺が音を立てる。さすが幼児学の術。気をそらさないと。そのうちみんな忘れるぞ。やつらをおびき寄せよう。酒を使えばうまくいくかもしれん。はあ、うん、今日は酒に飲まれる。我慢できんだろう。栄光のしゃがんでおれ。敵が3人密集している。そりゃまずい。風切りで一網打尽にしてくれよ。幼児学園の術。移動中。今のこの大砲使えるかもしれぬ。勝利は我らのものだ。かたじけない。拙者は大城無限と申す。お主は伊賀の隼人。伊賀。なるほど。上様が忍びを雇ったと聞いていた。教えてくれ、どのような任なのか。矢倉門を開ける。正門をか。馬鹿を申せ、要塞だ。中から開ける必要はない。火薬の樽が一つあればいい。そいつを置いてやるだけ。容易ではないな。よかろう、お供しよう。そう、ありがたいが一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだ。まあ好きにすればいい。だが静かに頼む。わかった。伊賀の隼人殿、お主のやり方に従おう。門がある。ここから入るべきか。うん。門の向こうに護衛がいる。迂回して壁を登れる場所を探そう。壁を登るだと。鎧が重すぎるか。心配するな。中から門を開ける。
見つかるな。目立つところに死体を残さないように草むらや樽、家の中に隠せ。忍びに襲わる日が来るなんてな。警戒を怠るな。何か気をそらさない。ドグラはどうだ。なんてことはない。将軍は守りが手薄な場所を狙ってくるはずだ。戦だ。鳥が必要だ。一撃だ。酒に飲まれ我慢できんだろう。死に素晴らしい技だ、ハヤト殿。お主の班がもうないとは惜しいことだ。そうだ、あんたも思った以上にやるじゃないか。お主の不可思議な動きもなかなかどうして素晴らしいものだ。ゴングラはどうだ。いいど何もないな。早く早速戦闘か。誰も入れるな。勝利は我らのものだ。あそこの者たちか。網笠をかぶっているのは奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴らだ。承知した。門を守るんだ。何かあった。
戦だ。急がねば。杯に泥が落とすそう舞うつばめ。塔から発砲？誰かいるようだ。拓磨殿に違いない。第三部隊の射撃の名手だ。同志が二人来たか。ヤグラモンを破壊したいんじゃろ。なら老いぼれの話を聞いてみんか。頭を使えば火薬樽一つでヤグラモンを開けられる。門の近くに樽を置くんじゃ。わしが爆発させ、しかし直接通れる道はない。地上からではうまくいかん。ヤグラモンの上に続くはしごがある。力のあるものであれば樽を門の上に運び、標的となる場所まで投げることができるじゃろ。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。危なかったな。撃たれるなよ。今日は血を流す必要はない。失敗は許されない。名誉のために。樽は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。ハヤト殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ任せな。俺が弟。大砲に注意しろ。確かにそうだな。用事が来るの術。早く。気をそらさないと。危なかったな。今のは何だ。直ちに。何か聞こえたぞ。直ちにそこに向かう。瓦礫を片付けさせろ。誰も入れるな。俺が聞いたの。
見つかるな。俺が音を立てる。幼児隠れの術。動く。急がねば。守るんだ。誰だ。ここで半分といったところか。うん、見事な腕力。ヤグラモンの上に樽を置く程度、彼なら朝飯前じゃろ。上様のために。何に時間がかかって。直ちにそこに向かう。何か聞こえたような。門を守るんだ。困難が待ち受けておるぞ。死に立ち向かえ。上様のための刃。兵を送って瓦礫を片付けさせろ。誰も入れるな。この名をしかと覚えておけ。危なかったな。我が命、上様に捧げようぞ。拙者は反対だ。そうだな。人通りが多いな。ゴングラは早く。迅速に動かねば。急ぐぞ。死に立ち向かえ。直ちにそこに向かう。兵を送って瓦礫を片付けさせろ。ここで待つのは予想。俺が音を立てる。撃たれるなよ。栄光が待っておる。
急ぐぞ。我らの出番だ。向かっているぞ。戦だ。泣かせたぞ、じいさん。良い余興じゃった。じゃあ、仕上げと行くかの。刃が死を欲しい。気をそらさない。王国だ。通りすがりの者だ。迅速に動け。兵を送って瓦礫を片付けさせろ。王子が来るのです。気をそらさないと。王国だ。兵は十分。見つかるな。よく見えとるわ。そりゃああ、ここがいい場所なんじゃ。上々じゃ。行くのか。眺めは最高じゃぞ。うん、まだ行かんでもいいじゃん。やったぞい。確かにそうだな。勝利なり。ついに戦乱は終結を迎える。やったな。だが分け前はあんたにはやらないぞ。構わん。だが全てが終わったら杯の一杯でも交わそうではないか。達者でな、ハヤト殿。拙者は戦いに戻る。いざ上様のため。やはり侍は死にたがりだ。歴史が変わる瞬間に立ち会えるとは、長生きをするもんじゃのう。伝令、伝令、大名ヤムサルから北の塔を攻撃せよとのこと。お待ちください。そこは人がまだいるのでは。命令が聞けないというのか。今すぐ大砲を用意せよ。はい、すぐに。撃て。の、何を考えておる。うわ